副王に俺はなるモンキーディルフィー役の田中真由美です続きましてロロノアゾロ役中井和也さんお願いします祭り話が聞こえてきたんで出てきた盛大な祭りにようこそいらっしゃいましたロロノアゾロ役の中井和也です続きまして奈役岡村明美さんお願いします あんたがどれだけ強くても、私の予報は外れない。スタンピード大ヒット、ありがとうございます。波役の岡村明美です。よろしくお願いします。続きましてウソップ役山口カッペイさんお願いします。八千人の部下たちを今日楽しみにしてその楽しんでってくれよな、えー。ウソップ役の山口カッペイです。よろしくお願いします。 続きまして三次役平田裕明さんお願いしますさあ食え食いてえ奴には食わせてやる話はそれからだ三次役の平田裕明ですよろしくお願いします続きましてトニートニーチョッパー役大谷育江さんお願いします最近あっちいな誰か熱中症とかいねえかお,お前。 俺だトニー・トニー・ジョッパー役大谷ゆりですよろしくお願いします続きましてニコ・ロビン役山口ゆり子さんお願いします私たちの船長には命をかける価値があるセンスフルールニコ・ロビン役の山口ゆり子ですありがとうございます 続きましてフランキー役八尾和樹さんお願いしますうーん、スーパーにスタンピードをヒットさせるぜよろしくフランキー役八尾和樹です続きましてブルック役張さんお願いしますよほほ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 天気予報今日も暑いでしょうはい、張です よろしくお願いします。海賊万博の主催者で最悪の戦争を仕掛け人とも呼ばれている祭りリブエナフェスタ役ユウスケサンタマリアさんお願いします。そろそろ反撃してみよう。因縁だらし。ウルージ役のあ違う間違えた。ブエナフェスタ役のユウスケサンタマリアです。すみませんすみませんでした。<laughs> いすみませんでした。さっきと同じことを言って。 ちょっと変えましたけど一 <laughs> 回目とちょっと1回目とちょっと変えただけで、よウルウジ好きなんですすみません結構マニアックなとこ来ますよね <laughs> <laughs> さあ続きまして海賊万博のスペシャルゲストビジョビジョの身の能力を持つ歌姫暗躍指原里乃さんお願いしますはいビジョビジョビジョお邪魔します指原里乃ですよろしくお願いします <laughs> あの。 クロコナイルっていう人が出てくるんですけれども、言ってる言ってる言ってる出てる出てるではわかったクロコナイルわかる言いましたよね。でもなんか出てくるのは言って大丈夫でにクロコナイルという人が出てくるんですけれども、みんな失礼だなそれははいその方がですねある方のことを違う名前でお呼びになるんですねあのそこちょっとあのちょっとまあドキッとする。 ところだったり、そのかつての敵がまあ、教頭もそうなんですけどかつてルフィと戦った人たちがまあ、インペルダウンでまあクロコダイルさんとは一緒に逃げたりするんですよそれもまあ、ショックだったりするんですけどあこの長い年月の20年の中で敵だと思ってた人がいつかまたルフィの味方になるかもしれないっていうなんか長いこのなんかスタンスでこの20年を振り返るという意味ではもう今後もすごい楽しみですね。あのちょっととドキッとする。 あの、うん、ん、あ、これはクロコダイルは言っていいんだ。クロコダイルは、はーんっていう人を、はーんっていう人を。わかんねえよ。はん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 。あ、うん、というふうに呼ぶんですけれども。ドキッとする瞬間だったりする、思い出して。な、まあ、まあ、そういうところが20年振り返って。あの、いろいろ思うことでございます。失礼いたしました。ありがとうございます。さあ、続いて、中井さん。あの、ゾローで言うと。 えっとですね、まあゾロの戦いの最中ですけど因縁さからぬある人がやってくるんですけどもその時のゾロを僕は初めて見た時にちょっと言葉を交わすわけじゃないんですけどゾロのことをあちょっとかわいいなって思ってしまうような瞬間があったりなんかしてえっとその人と初めて会った時との関係性みたいなものがやっぱりちょっと変化してるっていうあたりがうかがえてまああの。 っていう人なんですけど、やややや出ておやかえて、ほーだ、はい、おや、よろしいですか？<laughs> 十分ですこれぐらいで、<laughs> はい、なかなかネタバレせずに説明というのは難しいかもしれませんけれども、続いて岡村さん、<laughs> はい。 私はそうです、ね、あの流れてくる曲がやっぱ20年間をいろいろ思い出させてくれるものだなと思っていて、はい、そこがお気に入りですね、そしてそれはふんふんふんていう人が出てるところでうんふんふっていう人が出てくるところの曲が一番 <laughs> それくない夫ばんそれは言ってもいいよそこは大丈夫ところとかじんときてあ先に言っちゃいけないです。 さあ。<laughs> <So. S 2> <laughs> カッペッさんおいかがですか。はい、そうですね。え、もうそれなんかあの約束やらなきゃいけない。<laughs> いいと思います別になんか。いやあのー、そうです、ね、あのー、曲もそうですけれども、あのー、セリフも橋橋になんかこう20年ワンピースずっとあのー、まあ原作で言ったらもうちょっと長いですけれどもね、あの最初から追っかけてきた人にはちょっとクスッとなんかちょっとふっと思うようなあのー、セリフ回しのあの言葉がいっぱい出てくるので、その辺も楽しんでほしいと思いますね。はい。はい <laughs> って可能ながねですね。う <laughs> んして。 感じる部分もねあったりするので全然わからないもう全然何も考えずに言ってるもんそっかでねあの楽しんでほしいと思いますはい,はいさあ続いて平田さんえっとね波さんと被るんですけどやっぱ音楽がいいですよねちょっと皆さん昔の話ですけど思い出していただきたいんですけどあのアラバスタ編のラスト テレビあったの覚えてらっしゃいますかあのカルーがビビちゃん連れて、えー、ルフィにお別れに行くところなんですけどもあそこで、えーっと「また仲間と呼んでくれますか?」ってあのカルーがビビちゃんに言わせたところありますよねあれビあカルーが言わせたのそうでしたっけあれカルーが言わせてんだけどね熱像はやめろねつは <laughs> 知らんかった <laughs> そんな話はない深く読めでその時にです、ね、おいおいおい あのー、みんなこうやってやりましたよね。こうやって。えー、左腕のね。うん、そん時にさ。あれは監督西尾大輔っていうとんでもない監督。はあ監督ね、あそこでウィーアー流しやがったでしょう、はいえー。ええ。えと、この映画楽しんでください。<laughs> これは気になりますね。いやらしい。い <laughs> この映画楽しんでください。いやらしいな。いやらしいな。 期待値ががぐぐんぐんん。上がっててますけども、続いて大谷さん、はい。さ、え、は、っとね、本当、行きつく間もなく最初からクライマックスかって思うような感じの盛り上がり方ででも、行、ま、き、あ、つく場所も少しあるんですけど油断しないでいただきたいのは音楽流れてもう最初の字幕ですよ。 私ちょっと油断しちゃってもう一回見なきゃ3回ぐらい見ると分かんないから音楽流れてる字幕流れてるじゃないですかうーんこういう人がいるんだあ結構スタッフさんが「ダメ」映像を見ててその映像の中でストーリーが展開されていくんですよだからスタッフさんも見て音楽も聴いて映像も見てもう頭ぐちゃぐちゃですけどすごい大変だからもう頭フル回転最後の最後まで本当にあのエンディングも 本当に素晴らしい曲なんですけど曲、歌詞聴きながら映像を見ながら頑張ってください <laughs> 最後の最後まで頑張っていただきたいと思います。続いて、山口由里子さん、はいえー、初めてねご覧になる方はストーリーを追って見ていただきたいんですけどなんとねセリフが喋ってない。 えセリフを喋ってないキャラ合わせて数言っていいのこのうん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 すごい数って言ってうんうんうん、ね、<laughs> 言っていいのって <laughs> 大丈夫だ二百二百キャラ以上出てるんですって今まで出てきたキャラ私二回見たんだけど全然わかんないんですけどみんなも二回だけじゃわからないかと思うんですけど <laughs> <laughs> 数えながらあのこういうこのカチ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 そう,そう,そう なんかね、あの押してこうピコンピコンピコンってああいうのを映画館でできないかなと思うぐらい隣にくるさい <laughs> 隣に伏せください,いるそ,それぐらい出てるんですってだそういうお楽しみの仕方もあるかなと思いますのでまあ10回ぐらいは見てください <laughs> 10回ぐらいは <laughs> お願いします、はい、さあヤオさんはいあの本当にね最初から最後まで今回 100, 100分 101分という長さ、あっという間です、本当にね、あのー、私、本当に言わせていただいてます、101分間、まばたき禁止。てないと、本当にね、見逃すキャラが多すぎて、私、個人的にもちょっと押してるキャラがありまして、う、は、ん、あはあ、っていうキャラなんですけども、それも気づかれない可能性が多々ありますので。 まばたき、そしてよく耳の穴をかっぽじって、えー、聞いていただきたいなと、本当に自分の好きなキャラがぽっと出てくる可能性がありますのでね、十、えー、分、最初から最後まで楽しんでいただきたいと思いますけれども、でも、やっぱ最初にとにかくもうゲスト3人の芝居で皆さん、がーっと引き込まれますから、最後まであっという間です、えー、本当にまばたき厳禁で、時々目薬をさしながら見ていただきたいと思います。ささあそして長さんえ 韓国がこうやったとこ <laughs> ピンポイントだ <laughs> そこが好きですわかる <laughs> とってもピンポイントなお気に入りのシーンですけれどもそこにも注目していただければと思います <laughs>